国内最大の自転車ロードレースツールド北海道。今年は舞台を北海道の東部に移し、570キロの長いロードを隣人の集団が駆け抜けました。ソウルオリンピックの自転車代表に選ばれ、日本人として初めて冬と夏のオリンピックに出場する橋本聖子。ツールド北海道のオープニングを飾る一般参加レースに出場し、生まれ故郷の人たちを大いに沸かせました。今年で2回目を迎えたツールド北海道。大会には外人選手1人を含む20チーム99人が参加しましたが、今回は3人の選手が優勝候補と言われています。ゼッケン6番、菅谷選手です。完全にトライアルマシンと言ってもいい。ステージレースに先立つタイムトライアルは大会のプロローグレースと呼ばれます。選手は1人ずつ1分おきにスタートし、最高時速60キロを超えるスピードでタイムを争います。前輪や後輪に取り付けられたディスコホイールはスポークよりも空気抵抗が少なく、スピードアップの鍵を握ります。この日レースを制したのは東北選抜の津村谷義弘でした。この種目を得意にしているとはいえ、2位に30秒もの大差をつけ圧勝しました。津村谷には個人総合成績のトップに立った印のチャンピオンジャージーが手渡されました。このチャンピオンジャージーを大会の最終日に手にした選手がツールド北海道個人総合優勝の栄誉に輝きます。チャンピオンジャージーを着た東北選抜津村谷を先頭に、選手が一団となって帯広をスタートします。10キロ過ぎの直線でブリヂストンのエース鈴木が早くもアタックしました。この動きを見てボスコのエース高橋も素早く反応します。先行する鈴木は後ろの集団との差を一気に開こうと体を浮かして力走します。後ろの集団で
ブリヂストンやボストの選手が他のチームの動きを封じるとエースの逃げが成功します。しかし集団が徐々にスピードを速めて2人に追いつこうとしてきました。逃げる作戦は失敗に終わったようです。10人の選手がトップグループを作り、第2グループとの差を54秒、距離にして700メートル開きました。水筒の水を捨てているのは、少しでも車体を軽くしてゴール前のスプリント勝負に備えるためです。ゴール前の競り合いは結局シマノのベテラン国末がものにしましたが、通算のタイムを競う個人総合ではこのレース11位だった津村屋がトップを守りました。ちょっと水に濡らしたタオル持ってきてくれるかな、誰か。しかしこのステージは落車で怪我をしたり疲労から倒れる選手が続出し、トップの津村屋も落車による負傷で第2ステージ欠場という波乱のレース結果となりました。ここは写真撮ってもらわないとダメだな。
しょうか。一度、レースは再びゴール前のスプリント勝負にもつれ込みました。選手は、白と赤のジャージ。これはね、走り出せるでしょうか。さあどちらでしょうか。ブリヂストンの鈴木がわずかの差でボスコの若手橋爪をかわしゴール。しかし総合では橋爪がトップに立ち、チャンピオンジャージーを奪いました。あの2日終わってトップということで、はい、チャンピオンジャージーの着心地どうですか。着心地いいです。まあスタートしないと分かんないですけど、ね、やっぱりマークされてされるんじゃないし、まあ積極的に行きたいですね。大ベテランの高橋さんがいますけどもね。そうですね、うちのやっぱり教えられる面がありますか。そうですね、やっぱキャプテンはもう自分らから見ればもうそのまま自分らの手本になりますのでね。もう全ての面で選手として生活面としてかなり自分にとってプラスになってます。どんなところが一番魅力ですか。なんて言えばいいんでしょうかね、うん、やっぱかっこいいですね。今までのところはまあ作戦通りというか、ね、っていうかまあそんな狂いもなく、うん、言ってると思います。まあ狂ってるっていうのは自分が上位に行ってないだけの話でそれはもうチームがね、いいとこ言ってれば。今年のレースでは参加20チーム中10チームが学生チームです。地元北海道大学チームは第2ステージを終えて57位が最高と振るいませんが、監督と選手の息の合ったチームワークは実業団に引けを取りません。実業団とのレベルの差っていうのはどうなんでしょうね。それは練習時間とかですね、それから今までずっと例えば高校とかですね、大学からずっとやってきたって、もうキャリアがだいぶ違いますけどね。でも同じ人間ですから、なんとか頑張って、こっちはまあ地元ってこともありますしね。もう声援も抜群に違いますから、我々の方にだいぶ声援してもらいますのでね、それを背に受けてですね、追い風にして頑張りたいと思います。
黒の大集団の中で飛び出す機会をずっと伺っていました。距離の長いステージレースでは一旦大集団からちぎれると風の抵抗をまともに受けて追いつくことが苦しくなります。ちぎれた選手をサポートするのもチームカーの重要な役割です。頑張る、できるだけ上がって、そして前から落ちてくる人間と組んでこいよ。行くか、しっかり来いよ、待ってるからな。補給地点でいいもの食わせてやる。畑山頑張れ。まあ足回転するわ、ぐんぐんいけるわ、もうぐんぐんいけるいけるいける、ほらすぐつける。はい、了解しました。それでチームカーの方なんですが、150キロを超えるステージレースでは途中に食料の補給所が設けられます。第3ステージの補給所はちょうど100キロ地点にあり、スタートの2時間後選手たちがここを通過しました。サコッシュと呼ばれる布製の袋の中には果物やパンケーキ、ドリンクなどが入っています。選手のスタミナ源となる大切な食料ですが、大集団ではサコッシュを受け取るのも一苦労です。
選手が2人、白のジャージ、はい、そしてブルーのジャージを着た選手が2名。三浦はそのままトップでゴール。大学生ながら2位に入った沼田の健闘が光りました。さあ大きな集団がやってまいりました。さあ拍手拍手拍手、選手の皆さん、おっと健闘、おっと団子状態になっておりますが、選手は大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。後ろから車が来ているようですけども、さあ立ち上がれる選手はそのまま自転車を持ってフィニッシュラインへ向かうんでしょうか。いやさあゼッケン79番の選手が自転車を持ってのゴールです。さあ後ろの方から1名黄色のジャージ、そしてゼッケン78番が自転車が絡まったまま自転車を引きずりながらのゴール。これはもうあの最後の 1km よりも先ですので、はい、ドタイムあの集団の最後に入ったものしか使われます。いやゴールに、ゴールしたことがあるの、集団のゴールにあるでしょ、ゴール前の、あ、ここで入らなかったの、ちょっと待って、入らなかったらゴールだろ。また一人の選手、そして後ろの方にもう一人。結局この日はトップでゴールした三浦が個人総合でも2位に浮上し、トップの橋爪に12秒差と迫りました。シャリのつけて今フィニッシュラインを通過いたしましたね。思わず沿道のお客様から大きな拍手がこぼれておりました。ゼッケン51番の選手、どうもお疲れ様でした。チーム間の方はかなりやってくれたの。あの声援は大変ありがたかったです。やっぱりチーム間あるのっていうのはかなり違う。違いますね。先頭との差とか教えてもらってくたびれた。第3ステージ終了後、各チームは次の日のタイムトライアルレースに備えマシンの整備を行いました。タイムトライアルは1秒を争う競技で、マシントラブルは命取りになります。メカニシャンの入念な整備は深夜にも及びます。この日午前7時の気温が11度。寒いですね、結構。前日までとは打って変わった肌寒さに、選手たちは体を温める特殊なオイルを塗ってレースに挑みます。総合争い並びに個人争いでも優勝候補の一つに挙げられています。チームタイムトライアルはチームごとに2分間隔でスタートします。鶴岡北海道の最高位リーダージャージの荒海特務員のジャージです。チームで3番目にゴールした人のタイムがそのまま個人の通算成績に加えられるため、個人優勝の行方を左右しかねない重要なレースです。
結局ボスコはトップでゴール。上り調子のチームの実力を見せつけました。この結果、橋爪は2位の島の三浦に37秒、3位ブリヂストン鈴木に1分3秒の差をつけ、チャンピオンジャージーを守りました。いや、きつかったですね。島のに勝ってるから、島のにも28秒ぐらい。あ、そうですか。30秒ぐらいで差つけたんで。はぁ、どうも。やりましたね。これだけやね。ああ、チームの記録がものに出るのは特に今日ですからね。もし多分1位だと思うんですけど、ね、チーム力をちょっと実証できたっていう意味でも、なんか自信も持ってますね。はい、もう明日はあれでしょうね。他のチームのエースとうちの橋爪君との戦いですよね。それを どれだけあのチームのメンバーが助けていけるか。いやでももちろん明日もチャンスがあれば高橋さん自身出てきて、そうですね、大逆転がね、うん、チャンスがあれば頑張ります、うん、レースの主導権を握ったのはボスコの高橋でした。チャンピオンジャージーを着た橋爪が他のチームから厳しくマークされている隙をついて集団から抜け出し、トップグループに追いつきました。疲れた体に鞭打ち、体力の限界に挑む選手たち、ちょっとした不注意落車などの事故につながります。先人か、大丈夫？いける？はい、わかります。じゃあもうフレームダウンですよ、これ。トップグループが90キロ地点の補給所に到着しました。
選手はここで走りながらサコッシュを受け取ります。そして中の食料やドリンクをジャージーの背中についた大きなポケットに移し替えて補給が完了します。道端に投げ捨てられた空き缶やサコッシュは当然後で片付けられます。峠の頂上付近に白線を引いた山岳ポイントが設けられています。ここを一番先に通過した選手には高い得点が与えられ、その得点の合計で山道に最も強い男を表す山岳賞が決まります。山岳ポイント地点が迫り、トップグループがダンシングでピッチを上げました。こうしたポイントレースがあるのもステージレースの面白さです。美幌峠の下りでボスコの橋爪が第2グループを抜け出し、トップグループに追いつきました。最大の難所の美幌峠を過ぎて、32歳のベテラン高橋は橋爪の勝利を確信しました。これからゴールまで橋爪のサポート役に徹します。高橋に守られて橋爪は快調に飛ばします。橋爪と1分3秒差で3位のブリヂストン鈴木、そして37秒差で2位のシマノの三浦、2人はここまで逆転のチャンスをつかむことができませんでした。これまで大きな大会で勝ったことのない橋爪は高橋のリードで栄光のゴール目指してひた走ります。
4日間で570キロの過酷なレースを走り抜いた70人の選手が北見市のゴールに凱旋しました。結果はボスコの橋爪が優勝、2位にシマノの三浦、3位にブリヂストンの鈴木、そして8位にボスコ高橋が入りました。始めちょっと今日最終日だったんでね、まあかなりきつかったんですけど、やっぱチームワークでね、自分も一回三幌峠で第2集団からアタックしてトップ集団まで行ったんですよね。さすがにマークきつくて、もう何が何でもね、やっぱ優勝っていうことを狙ってましたんで、ね、もう死に物狂いで頑張りました。ゴールした時の気持ちってどういう気持ちでしたか？やったなっていう、はい、お疲れ。みんなはもう俺言ってよ、よかったよ。またありがとうございます。まあ今日はかなりみんな動いてくれたんで、あとそれに橋爪くんがね、まあ確実についてきてくれたんで本当に良かったです。もう今年チームを結成したばかりなんで、まあとにかく自分のマークがきついんで、まあ他の選手にねできたらチャンスを与えようっていう最初の作戦が最後まで続いてくれたんで良かったです。第1位ボスコレーシングチームが取りました。橋爪和也選手、おめでとうございます。チャンピオンジャージが贈られます。鶴戸北海道の覇者ともいえる最高に栄誉の、去年の高橋に続いて鶴戸北海道2代目の王座についた22歳の橋爪、新チームボスコで後に続く選手を育てたいと話していたベテラン高橋の願いがこの大会で早くも叶えられました。あるジャージでございます。個人総合時間優勝者に贈られます。さあガッツポーズだ。